ほいほいっと、今日も京都でスキャルピングだ。おお、前回に引き続きスキャルピング会なんだぜ。前回のスキャルピング動画がなかなか好評だったのでな。5つのトレードをずっと取り上げてもいいが、テンポよく動画を回していきたいからな。なるほどなんだぜ。本日は12月22日20時頃のトレードなんだぜ。まずはこのトレード。15分足移動平均線からの乖離が少し起こっている。乖離といってもまだまだ弱い乖離だ。だから今回は1分足黄色移動平均線を割りそうになった時点でエントリーした。一応後出しっていう感じなのぜ。とにかく FX は後出しで勝つ、それが重要だ。早速1分足黄色移動平均線を割り、水色移動平均線タッチに挑戦か。くぅ、私の読み冴えてるー。ところで2022年になったわけだが、寅年か。視聴者さんの中には年男年女がいるかもしれないのぜ。まあ、いるでしょうね。24歳の男性は今年が厄年になるらしいのぜ。こわやこわや。まあ、厄年だろうがなんだろうが、勝てばよかろうだ。役を吹き飛ばすくらいの勢いでトレードに励むべし。私はスピリチュアル的なものには興味がないのだが、最近は願掛けにハマっていてな。なんか、やっぱり運要素が多分に含まれる FX 界。その中で生き残るには、やはり神頼みか。そんな思いに駆られまして、最近は年末と年始に必ず神社に行くようにしているぞ。ほえー。皆さんはどんな願掛けや自分なりのジンクスを持っているのか気になるのぜ。コメント欄に書いて遊んでいってくれー。さて、相場に戻ると15万円くらいの含み益。ゴールドって陰線の連続、陽線の連続が頻発するからやりやすいよな。他の通貨にはない特徴だ。さて、頃合いですね。そろそろ利確しますかい。ごちそうさまー。数分後の私たちだ。15分くらい監視していたらすぐにチャンスが来たので録画を始めています。15分足がこのまま行けばゴールデンクロス完成。それを前にして1分足が上昇を開始している。ここから一度も含み益にならずに終わることはなさそうだ。そんな読みからロングでエントリー。少し根拠が薄いのでロットは抑えめだ。言ってる隙に1分足がゴールデンクロスしそうなんだぜ。うむ、これが予定調和。世界は私を中心に回っているんだよ。このことを天動説と言います。違います。さて、こうなると問題になるのは15分足の前回高値を超えてくるかどうか。このラインでかなりの抵抗があるのは言うまでもないが、逆に言えばこの抵抗を超えればあとは成層圏、何も邪魔するものはないわけだ。ショーターはここが最後の砦といったところか。またショーター涙目展開が来てしまうのか。見物なんだぜ。年末には相場は落ち着いていてほしいんだが、年末ほど大きく動くことがあるんだよな。その裏で泣いている人がいれば笑っている人がいる。その構図を考えてしまうと何とも言えない気持ちになるんだぜ。ああ、人がしんみりしている時に。年末は稼ぎやすくてかなわんなー。ショーターの皆さんごちそうさーん。頼むからしんみりさせてくれ。含み益20万超え。これが天動説です。テストに出ますよ。ごちそうさまー。利確してしまったが、その後も意外と伸びててびっくり霊夢です。すでにエントリーされててびっくりのマリサなんだぜ。あー、今利確タイミングだったのに。ま、15分足移動平均線からの乖離率高いし、もっと落ちるだろ。早速、あれ、利確しないのぜ。もうちょっと伸びるだろ。15分足黄色移動平均線タッチまでいける。損切りラインも縦値よりも下に設定したし。あ、息つきられたんだぜ。そして含み損へ。まあ、ポジションが軽くなったと考えればいいだろう。プラスに考えていきましょう。やべえ。さっきまで陰線の連続とか言ってわっしょい言ってたのに。そうですよね。陰線連続もありますよね。勇気ある決断なんだぜ。さて、残り1つにした範囲が、こいつの処理はどうするか。くぅ、こんなことなら、さっき利確しておくんだった。それは悔やんでも仕方のないことなんだぜ。時間は巻き戻らない。ここからの対象どのようにするかが重要なんだぜ。うお、高値更新。マジか、まだ上がるんかい。いや、
でも損切りしておいたから上がってくれれば上がってくれるほど気持ちよくなりますよ。ええ、ダメだこのゆっくり。下がっても嬉しい、上がっても嬉しい。まさに天国、ここは楽園か。まさに狂気、狂人。とはいえ、どこかでこのクソポジを救わないと。その通りなんだぜ。どこか当てはあるのぜ。むむ、このタイミングから復活するにはおそらくどこかで難品が必要になる。見た感じ、チャート上には抵抗らしい抵抗はないな。上位足で確認しよう。30分足、1時間足を見よう。今ちらっと上位足を見たけど、ここら辺が抵抗っぽいな。難品しておきましょう。ここを逃したら多分終わります。文字通りラストチャンスなんだぜ。15分足のゴールデンクロスもいい感じに登ってきた。いや、不安になるからそういうの言うのやめよう。いや、常に最悪を想定しておくべきかと思って。そうだけど、最悪を想定するならすでに損切りしておかないといけないがな。難品したことによってあと10ピ下に行けば生還という位置にいるわけだが、ゴールドだからこそ10ピくらい余裕と思う反面、ゴールドだからこそこのまま一気に上を目指しそうで怖い。霊夢にしては結構弱気なんだぜ。しかし、1分足黄色移動平均線を下割れしている現状、若干私有利の状況か。このままデッドクロス、下、ここ逃したらマジでもうないぞ。頼む、デッドクロス完成からの調整来い。来い調整来い。来い調整。じゃあ、プラテン。長かったんだぜ。霊夢、緊急離脱します。3、2、1、0。ああ、危なかったー。やっぱり、今回の霊夢はかなりコメントがおかしかったんだぜ。しかし生き延びてしまった。スキャルピングはとにかく生き残ることが重要だ。そのことを肝に銘じよう。それでは終始報告だ。スキャルピングだとやっぱり利益が少ないな。まあ、ポジション保有時間が短い分、他のリスクが抑えられてるからいいんだけどな。用心発言とか、地政学リスクはデイトレ、スイングトレードだとどうしても怖いんだぜ。あとはトレードしてるなぁ。って実感できるのはやっぱりスキャルピングだ。まあ、なんかトレードの花形っていう感じではあるんだぜ。一回のトレードに対する利益率の高さはスイング、利益効率の良さはスキャルピングといったところか。どのトレードスタイルでも長所短所があるのだ。それをしっかりと把握して、今後のトレードに活かしてほしい。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。